生きていれば波は立つ。ビビって縮こまってんじゃねえ。波が立ったらどうすべきか、答えは一つだろう。波に乗って行こう、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 俺たちの俺たちの人生を。波に乗れない時もあるさ、へこんで諦めてんじゃねえ。波は何度でも押し寄せる、チャンスに終わりはない。波に乗って行こう、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 俺たちの俺たちの人生を。おはようございます。2月20日、湘南ちゃんぽ。今日の茅ヶ崎は快晴です。富士山も綺麗、波も立って、サーファーも今日たっぷりおりますが、私は今日は仕事いっぱいなんで、波乗りはできません、残念ながら。でね、今日とりあえずパンコと繁盛の、お散歩から終わったらね、今日ちょっとねライブ配信関係の仕事がいっぱいあって、わしがねポコちゃんを始めて、今日でね丸3週間です。3週間で結構さ、何ナルトのバッチコイを知っとる人とか、ハンサム兄弟を知っとる人とかたまにこう来るんですよ、リスナーさんで。でなんでやってんですかって聞かれるね。だってもう50歳、今年50歳になりますね。そこそこキャリアもある風です。でなんでハンさんがポコちゃんなんかやるんですかって言われるんだけど、だって俺売れてねえもんね。売れてねえからなんかやらなきゃさ、ただのさ趣味の人になっちゃうじゃん。音楽やってます、趣味でってなっちゃうじゃん。だからなんとかしてわしももう一回数字を取るためにライブ配信の重要性をね改めて気づいて、自分でも始めました。でも例えばポコチャやっとれば売れるかって言ったらそれは違うんだよね。ポコチャはあくまでも土台作りね。俺がよく言う、どんなこうライブでも5人のお客さん、5人ね、5人のお客さんを呼ぶことがすごい大事で、その5人を作るための一番ね有効的なのがライブ配信で、ポコちゃんみたいに毎日やれば結果につながりやすいものはやるべきなんだよ。でポコちゃんである程度結果出したら YouTube ライブとかね、 TikTok ライブとかインスタライブとか、そういうもっと広い、言ってみれば海で海ね、人いっぱいいますね。ポコちゃんはそんな人いないね。YouTube とか比べたらね、もちろんポコちゃんはそのいわゆるそういうライブ配信アプリの中では大きい方だけど、でも YouTube と比べたら人が少ないじゃん。でも言ってみればさ、そういうさライブ配信を求める人はいっぱいいるんだよ。釣りでさ例えちゃいかんかもしれんけど、 YouTube ライブは海での釣りね、ポコちゃんは釣り堀なんです。そのライブ配信を見たい人がいっぱい集まってる。だからポコちゃんやってある程度結果出して YouTube、TikTok、インスタとかの大きい海に出ようという、そういう話です。なんでね、わしはねもう一回、ちっちゃいとこから始めます。保護者から始めて、で YouTube ライブ、TikTok ライブにつなげられるように。おはよう。イエスイエスイエス。この中でね、今日この辺で終わりますが、この後またお会いしましょう。バイバイ。